いやー、怖いなー、怖いなー。朝起きたらスマホのロックが解除されている。怖いですよねー。申し遅れました。私、稲荷の外川万次と申します。以後、大見周期。本日は、運でもって仮に A さんとしますけどもねー、心霊スポット紹介だ。観光名所、指定文化財豊富なこの鹿児島県の最強スポットを紹介していきます。行くか行かないかは、あなた次第ですよねー。全国特別は小林アロトです。さあ、今日は夏も突入したということで、心霊スポット紹介していきます。 Google Earth でハハスってしてきたんで紹介していきますね。早速です。1つ目、将来何になりたいの、まっこい。すいません。1つ目、中島温泉旅館磯野。はい、こちらテレビでもたびたび取り上げられますね。あの座敷わらしがいる宿ね。これ聞いたことありますね。座敷わらしに会うと子宝に恵まれる、出世できる、そしてピノが全部欲しいとかね、ご利益が確認されています。宿泊も結構予約待ちとかあるみたいなんで、僕も一度行ってみたいなと思いますね。よう、座敷わらし、簡単な話、ライカ、関西ローカル、屋敷高人。あい、次です。2つ目、石井王国。はい、こちらガチ廃墟ですね。鹿児島の友達も言ってましたね、結構有名だとか。ここね、幽霊というよりも池田湖っていう九州で一番大きい湖があるんですけど、そこに石井が住んでるらしいんですよね。石田さんのあだ名みたいな、あの未確認生物 UMA 系らしいですね。なんか石見ようぜってなって人が集まりだしたんで、あ、じゃあ石王国作ろうっていう風にやったらしいんですよ。そんな理由でって感じなんですけど、もしかしたら石主張したかもしれませんねっていう風に言うと、コメント欄に名前石に書いてね、出てくる人絶対おんのよ。石お待ちしております。次です。3つ目、ハンタモンタナ。間違えました、ハタモン坂。はい、こちらですね、記録では1400年頃に罪人を処刑していた場所として知られています。ここで何が起こるかと言いますと、行った方が決まっているのが誰かに見られてる感じがしたっていう、そうですね。僕ですね。次です。4つ目、指宿市スカイライン。はい、こちらですね、とある都市伝説の発祥の場所と言われています。それがテケテケ。すいません。もともとはあの高速で追いかけてくるジェットババアが元の場所なんですけど、それが上半身しかないってなってテケテケになったらしいですね。で、ちょっと話変わるんですけど、僕の地元のマケマケって知ってます？マルハンから夕方5時ぐらいに出てくるおっさんがいるんですけど。次です。5つ目、ガス爆発の家。はい、こちらあの有名な早口言葉の元になった家なんですけど、すごい鹿児島では有名な心霊スポットで、昔この家普通の民家だったそうなんですけど、住んでいた家族が爆発させて一家心中を図ったという事件があったそうですね。そこからガス爆発の家として知られるようになりました。なんか全身やけどした男の霊が出るとかにね、まあ、遊び半分では行くなということです。バスガス爆発バスバス回答ってね、これ失礼ですよね。次です。6つ目、巨頭。はい、こちら僕のメインチャンネルでも紹介した掲示板発祥の都市伝説でございますね。まあ、概要欄貼っております。こちら存在してると言われてるのが鹿児島県なんですね。鹿児島県のとある県道の外れにあるとだけ言われています。これ定かではないです。まあ、頭の巨大なものがいるとかいうね、なんともざっくりしたものですけど、まあ、宝くじに当たって2年ぐらい休みの人はね、探しに行ってみてください。次です。7つ目、ペコちゃんハウス。はい、出ました。これも有名だそうですね。いろんな YouTuber が言ってますけど、なんか2階だけ入れるとかいう廃墟らしいですね。なんでペコちゃんなのかって言いますと、まあ、いろんな説があるんですけど、一説ではまたねガス爆発が起きて、その遺体がペコちゃんのように舌を出していたっていうね、不二家に多大なる風評被害を生むような説がありますね。ただひたすら行くと体調悪くなるそうなんで、行く際は注意してください。次です。8つ目、開門トンネル。はい、こちら全国的に有名なトンネルですね。鹿児島県生粋の心霊スポットと言われてますが、2つあって合わせて開門トンネルなんですけど、これ2つの長さを合わせると777というね、まあ、ビッグボーナスなんですよ。てってれてってれてれてってくれてってってって。ほんでここね、車でも行きますが、まあ、狭すぎて歩く人の方が多いらしいですね。もう行った人の映像を見るだけでゾッと帝国でしたね。上にねちょっと小さい窓があるんですけど、そこから人が覗いているとかいう話もあって、雰囲気ともに行くと危険度の高い場所になってます。で、なんか周辺での自殺者もかなり多いと言われてますんで、廃墟なんでね、行くときは注意です。次です。9つ目、ザビエル公園。はい、こちらあのハゲ、フランシスコ・ザビエルが渡来したことを記念に作られた公園なんですけど、夜になると一変するそうですね。で、この場所太平洋戦争で空襲を受けた場所としても有名でして、その空襲の犠牲者が出る、まあ、写真を撮ると体の一部が消える場所として有名です。ザビエルは全く関係ないですね。ただ観光地としても有名なんで、薩摩揚げを奢ってくれる人がいたら一緒に行きましょう。まあ、もちろん交通費合わせ全部出しでお願いします。次です。最後です。城山公園。はい、こちらね、鹿児島県のリスナーさんが結構推してきた心霊スポットでして、公園なんですけど西南戦争の舞台にもなりました。よく起こる現象としては写真を撮れば分かりますということですね。あとリスナーさん曰くバカでかい鉄棒があるそうですね。はい、というわけで10個紹介しましたが、行かれる際はね、迷惑にならないように行ってください。いやー、怖いな怖いな。全国紹介してますが、どこもレベルが高いですよね。皆さんもこの夏気になったところがあれば赴いてみてはいかがでしょうか。少し提案ですが、出ると有名なラブホテルがあるそうですね。お暇な方は私と2人で行ってみるというのはいかがでしょうか。隠しきれない下心、怖いですよねー。